はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は前回に引き続き一コアまだございますので、そちら読ませていただきたいと思います。はい、お願いします。前回もですね、ちょっとあったんですけど、うん、海外のストーカーとか、ああ、ありましたね、一コアの話入ってきてるんで、うん、これからいきたいと思います。はい、エリカ6118さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。海外ストーカーの話、うん、一応あります。お、短いし被害に遭ってからの進展も特にないのですが、私もニューヨークに住んでいたことがあるのですが、うん、若い頃には痴漢されたりホームレスのおっちゃんたちに絡まれたりすることはありましたが、うん、特にストーカーっぽいことはされなかったです。シアトル郊外に引っ越してからは生活環境もかなり変わり、のどかな森に囲まれた小さい町で暮らし始めたので、変な人に絡まれることもなくなりました。うん、そのせいで油断していたのかもしれませんが、ある日まだ幼い娘を連れて公園に遊びに行った時、少し汚い格好をした黒人男性に話しかけられても無視しようとは思いませんでした。うん、彼は目の焦点が合っていなく、ボソボソと話していたのでやばいかもと思ったのですが、早めに会話を終わらせてその日は帰りました。うん、それからその次の週も、また次の週もその男は現れ、しつこく話しかけてきたので、その公園には行かないことにしました。友人にその男のことを話すと、彼には妙な性癖があると噂されていて、周りに住むママたちには警戒されていると言っていました。彼はサンダルを履いたアジア系女性を狙い、女性と二人になれた隙に足首を掴んで、サンダルごとベロベロと足の指を舐め回すらしいのです。はあ、会話している時に私の足元をチラチラ見ていたのはそうしたかったからなんでしょうか。考えただけでゾッとします。その後数週間は彼を見かけなかったのですが、ある日娘のバレエ教室の駐車場に停車していると、その男が車の横を通り過ぎていきました。うん、偶然かなと思って見ていると、いきなり顔だけをこっちに向けて凝視してきたので心臓が止まるかと思いました。私も彼を睨みつけ、携帯を耳に当てたら彼は去っていきました。後から警察に連絡してレポートまで書く羽目になりました。結局それから全然彼を見かけなくなったのですが、どうなったんでしょうか、ということでいただきました。まあ実際にね、何か起きたってことじゃないんですけど、うん、まあちょっと地域、コミュニティの中ではちょっと噂になっている人で、うん、アジア系女性の足首を掴んでサンダルごとベロベロ、すごいよね、足の指を舐め回す。なんか日本でもさ、こんなことある？ちょっと前にあの白人の人があの女性に踏んでもらうみたいな顔面を、うんうん、みたいなのいましたよね。え、それ日本で？日本であった、そんな。でしかも東京で声かけて、すみません、あの顔面踏んでもらえませんかって言って、うん、写真撮ってもらうみたいな。だから白人の人がほんま地面にベタッと寝っ転がって、見たわそれ、踏んでもらうみたいな、結構流行ってて、その人が声かけられてるの見たことあるな。恵比寿だったかな、どっかで見たね。うん、まあそのやってる側がね、別に嫌じゃなきゃいいんでしょうけど、うん、これはまあやられたらなかなかきついなって思いますよね。足だけやったらまだわかるけど、サンダルごとっていうのがね、何どういう性癖なんだろうね。皮ごとみかん食うみたいなこと。まあまあ栄養一番あるとかよくわかんないけどね。やられたらまあさすがにちょっとトラウマなるなっていう感じのやつですけど、ね、うん、はい、じゃあ次いきます。ポンズのママさんからいただきました。はい、ありがとうございます。いつも動画楽しく拝見しております。ありがとうございます。ひとコアの動画を見て一つ思い出したことがあったのでメールしました。二十、うん、数年前の出来事です。私が小学生低学年の夏休みに近所の友達5人と川で遊んでいました。うん、するとどこからか犬を連れた50代くらいのおじさんが私たちに近づいてきました。うん、犬が人懐っこく可愛かったので、おじさんと犬、私たちで川で遊びました。お昼が近づき、一旦帰ってご飯を食べたらまた集まろうとなり、解散しようとしたらおじさんが、午後にみんなで〇〇、かっこ隣町にあるローラー滑り台に遊びに行かない
と言われ、うん、みんな行くとなり、ご飯食べたらまた川に集まろうということになり、一旦それぞれの家に帰りました。帰ってからおばあちゃんに、〇〇のローラー滑り台に行ってくるね、おじさんが連れてってくれるって、と言ったところ、〇〇にローラー滑り台なんてないよ、おじさんって誰？行っちゃダメだよ、と言われてしまいました。うん、行きたかったなぁと思いつつ、遊んでいたメンバーの家にそれぞれ電話して、おばあちゃんに行っちゃダメって言われたから行くのやめよう、また明日遊ぼうね、と話し、うん、みんな川には行きませんでした。翌日川に行ってみると、おじさんが連れていた犬がポツンと座っていました。うん、また犬と遊んでいましたが、おじさんが現れることはありませんでした。犬がかわいそうだったので、友達が連れて帰り、飼ってくれることになりました。うん、今思うと犬を連れて子供たちと遊び仲良くなった後誘拐するつもりだったのかな、その後犬は必要なくなったから捨てられてしまったんだろうな、あの時おばあちゃんが止めてくれなかったらと思うとゾッとします、うん、ということでいただきました。うん、犬もだから拾ってきたというか、まあ、その辺20年ぐらい前だから、うん、まあいたんだろうね、その野良犬的なのとかがね。でさ、犬ってさ、ワンちゃんそこに放っててるってことはさ、うん、もう誰か連れて行ったってこと？いやだからそこにいた子たちは誰も行かなかったから、だから他の子は行ったんじゃない かもしんないよね、うん、で目的をね、そうそうそう、果たせれたらからワンちゃんそこ置いてか、まあもうバレたか、その日に来なかったから誰も、はいはい、もうええわもう来ないなって思って逃げたかだと思うんですけどね、うん、まあどっちにしてもちょっと、うん、どっかでまたやってんだろうなってちょっと思うような感じのね、話ですけれども、気持ち悪いなという感じです、はい。これちょっと変、なんかあんま見たことないタイプというか、うん、はい、チャンコロリンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝見しております。ひとこわの動画を見て少し思い出したことがあったので投稿します、うん、小学5年生の時だったと思います。その頃は朝早く登校するのが自分の中でブームで、その日も朝早く登校していました。学校へ行く途中、線路を渡るのですが、線路を渡ったところに警察官と地域の人がいて話をしていました。警察官と地域の人に挨拶をしながら横を通り過ぎようとした時、足元に遺体の入った袋が置かれているのに気づきました。警察官と地域の人はその遺体について話をしていて、どうやら酔っ払って線路に寝ていたのを電車に引かれたとのことでした。その時私はまだ小学生でしたし、その話を聞いて驚いていたところ、頼んでもいないのにその警察官がほらと遺体が入った袋のチャックを開けて、電車に引かれてちょっとぐちゃっとなった遺体を私に見せてきたのです。なんで？その遺体は近所に住み着いている不老者の方でした。なんかもう驚いたし怖かったし、そんな遺体を見るのも初めてだして、その日は感情がぐちゃぐちゃだったのを覚えています。しかし小学生にそんな遺体を見せる警察官、あいつは何考えているんだ、うん、と大人になって今は憤りを感じます。うん、人怖とは言わないかもしれませんが、以上が私が体験した話です、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。意味わからんですね。なんでそんなことするんでしょうね。めちゃくちゃ怖いんですけど、この警察官。トラウマになるでしょ。でも昔さ、うん、昔です、今じゃなくって、うん、学校の先生とかさ、うん、自分が体験した怖い体験談とか、うん、話してくれる人いなかった？まあまあまあ普通の会話の流れとか、うん、あの授業中にちょっと脱線してとかはあると思うけど、未だに忘れられないんですけど、小学4年生かな、うん、5年生の時に教えてもらった小島先生っていう、うん、もう校長先生になってる、まあ立派な先生がいるんですよ、うんうん、その人が話してた、スケートやってる時にさって言っても何年も前よって、スケートさーってやったら目の前の人がバターンと転んだと、うん、その時に頭から落ちて頭蓋骨が割れて、うん、脳症というか違ういやーと、その時の音、うん、未だに忘れられんねーって言ってて、なんかその脳がバコッと出てくる音、うん、割れて、うん、さ授業始めようかって言ってて、俺はいまだに忘れられなくってさ、その話が。それはまあ言わんでもいいけど、うん、なんだろうね、なんか何かを得ることがあると思っていて、いやないでしょ。
絶対に忘れられなくなるからねこの話って言われて、あ、いや未だに覚えてるからやっぱり。俺もなんか小学校の時に一人の男の子が、うん、なんだっけな、掃除中かな、掃除中かなんかに、うん、ゴミ箱かなんかに頭を思いっきりぶつけて、うん、ですげえ出血した時があったのね、はい、で出血して運ばれてって、うん、でその運ばれてった時にみんながまあこう噂するじゃん、いろいろ、あれ大丈夫かなとか、もしかして死ぬんじゃねえかなみたいなとか、いろいろ話してる時に、多分ね、先生がなんか来て、うん、あいつが今もしかしたら血すごい出てたから、うん、この中で血を分けなきゃいけなくなるかもしれないな、うん、みたいなことを言い出して、うん、で、みんな怖いじゃん。自分の血取られるなんて、もう怖いから。ちっちゃい子はね。だから、あいつが何型だったかっていうのをみんなで言って、うん、で同じ血液型のやつが震え上がるみたいなのがあったけど、告白みたいな話今考えたら、うん、ないよね、ありえないじゃんなんでここの教室のやつからありえないよ取っていくんだよって思ったけど、うん、なんか脅かすつもりだったのかなあれも、いや冗談というか、うん、わかんない、あれなんで言ったんだろうっていう、覚えてますよね、ただめちゃくちゃ怖かった記憶があるわ、そういうことって覚えてる、うん、はい、ということで、うん、ありがとうございます。つるつるの恩返しさんからいただきました。はい、どうも、あの時お二人に助けていただいたつるつるです。恩返しに今回一コアのお便りを募集されているということで初めてお便りしました。はい、ありがとうございます。これは今から10年以上前に出会った電車男の話になります。うん、当時私はピチピチの女子大生、うん、大学へは電車で通っていました。曜日によっては授業の少ない日もあり、その日は15時くらいに電車に乗りました。大学の最寄り駅と私の家の最寄り駅は3駅しか離れていなかったので、10分から15分くらいで着く距離です。うん、15時くらいだと田舎の電車なのでガラガラで、私の乗った車両にはほとんど人が乗っておらず、すぐに降りるからと入り口を入ってすぐの椅子に座っていました。うん、電車が学校の最寄り駅を発車し、次の駅に止まり、他の電車とすれ違いのために数分間停車しますとアナウンス。うん、私は暖かい車内にうつらうつらとしていると、突然、ねえこの電車は〇〇駅まで行くの？という声が私の真正面から聞こえました。驚いて顔を上げると、そこにはジーパンに寝るシャツをインし、黒いリュックを背負って眼鏡をかけた男の人が立っていました。うん、あ、はい、このまま乗っていればその駅には着きますよと私が返すと、へえそうなんだ、はじめまして、僕〇〇です、こわ、みんなからはともちゃんって呼ばれてるからともちゃんでいいよ、と突然めちゃくちゃフレンドリーに言われました。村人じゃんRPG の怖いんだけどこいつ。私が困惑し、あ、そうなんですねと返すと、君大学生？ともちゃん高校生だから敬語じゃなくていいよ、こう、と、ともちゃん、確かに言われてみると少年っぽさがあり、うん、見た目は昔の電車男のドラマを彷彿とさせるザ・オタク、うん、といったような感じでした。そして畳みかけるように私の隣に座り、僕ねジャンプ読んでるんだ、うん、と大はしゃぎで背負っていたリュックからジャンプを取り出し、おもむろに広げ、銀魂って知ってる？僕ねこのキャラに似てるって言われるんだ、うん、とニコニコしながら銀魂に出てくるメガネをかけた新八というキャラクターを指さしていました。うん、正直メガネという共通点以外は全く似ていなかったので、そうですね、人間という共通点はありますねと私ねえやっぱり似てるよね、嬉しいなと思っちゃう。なんだか全然話が噛み合ってない感じが怖かったのですが、すぐに降りる駅が来るためあと少しの我慢と、そのままゼロ距離でグイグイ来るともちゃんの話を聞いていました。うん、ねえ君映画のナナって見た？そういえば君の髪型ナナちゃんに似てるよね、触っていい？え？と言いながら私の髪をさわさわ、ちょっとお触りはやめてくださいと言うと、お触り？うるうるした泣きそうな顔で、僕のこと嫌いなの？と言われ、なんだか私が悪いような感じ。うん、やっと私の降りる駅になり、私ここで降りるのでと言い扉の前に立つと、ともちゃんはそうなんだ、じゃあ最後に握手を、うん、そう言って手を出してきました。うん、どうしようどうしようと考えましたが、
このままついてこられても怖かったので、わかりました、お元気でと言って握手に応じると、あ、柔らかいと止まっちゃう。その瞬間電車のドアが開き、急いで私は電車の外へ、うん、ついてこられては嫌だと思い振り返ってドアを確認すると、握手した手を口の前に持っていき、ドアの前で私を見ながら一心不乱にクンクンするともちゃん。恐怖で私の手は震えが止まりませんでした。この他にも神社で巫女のアルバイトをしていた時に出会ったロリコン大学教授の話や、別れて10年以上になるのになぜか時々 DM のような文面でメールの来る変わった元彼の話など、うん、変な方とのご縁がたくさんありますので、またの機会にまた恩返しできればと思います。ということでいただきました。カエル亭さんのコントみたい、ね、確かに、あ、うん、キャラ強いなぁ、ともちゃん、中野さんみたいなね、すごいねこれ。こんなタイプのオタクの人あんま見ねえけどね。ガツガツくるようなね、ガツガツ女性に対してすごいね。これでも誰もいない電車でさ、うん、自分だけをターゲットにやられたらまあ怖いね。自己紹介って怖いんすね、いきなりね。いきなり知らない、聞いてもいねえのにされるとね、うん、仲良くなろうとしてることですもんね、もうこの場で終わりなのに。そうそう、電車どこまで行くかって聞かれて、うん、次のターンではもう自己紹介だから、ね、に入ってる、うん、何や、なんか恋愛ゲームなんかな。まあ恋愛ゲームとかでよくあるよ ね、 そ う、 ね、そういうのね、なんか会話ちぐはぐな感じっていうか、うん、何個か飛ばされた感じっていうかね、うん、そのターンをね。すごい、なんかこれはまあ特殊ですね、変な恐怖だな、なんていうか、うん、ゾッとするというか、なんだろうこれっていう感じかな。巫女さんやってる時の変態ロリコン教授の話も気になりますね、うん、いろいろ恩返ししてほしいもっと気になりますよね、うん、はい、ありがとうございます、楽しみ、あざます。はい、こちらあっつんさんからいただきました。あっつんさん、あざます。今回は人怖になるか分かりませんが、私の体験をメールします、うん、私の友人、高校の同級生は7人兄弟の一番上、うん、お父さんは高校の体育教師でした。私が初めて遊びに行った際、彼女がおやつの用意をしてくれる間、お父さんに挨拶をすると、 M、友人の名前と仲良くしてくれてありがとう、兄弟多いんでびっくりしたやろ、兄弟が多いのは僕が否認しなかったから、ゴムが好きじゃないんだよねと言われ、え、何？と固まる私に向かって、否認しない気持ちよさ、セルフプレイが嫌いなことなど、私の目をじっと見つめながら話され、心の中で、エム、早く来てと叫んでいました。ようやくおやつを持ってきてくれたエム、うん、あの日エムとどんな話をしたか覚えておらず、二度と遊びに行くことはありませんでした。それからお互い結婚し、久しぶりに会うことに、うん、するとエムが、〇〇かっこ私の名前が一度遊びに来たことあったやん、あれからうちのお父さん〇〇ちゃんは遊びに来やんの、あの子礼儀正しくいい子やったし可愛かった、お父さんああいう子好きやわと話していたとのこと。そして彼女は私のことを大好きなお父さんに気に入られた友達といった認識でした。やはりあの日私が言われたことを伝えてはいけないと思い、うん、言えないまま現在に至ります。うん、そして去年病気のため他界した M、 今となれば彼女に伝えなかったこと、二度と遊びに行かなかった私の判断は正しかったと思っています。ただなぜ M のお父さんがあんなことを言ったのかわからないままですが、話は変わりますが、主人の元カノから毎年欠かさず届く年賀状が謎です。主人の個人名宛てで届きます。ちなみに彼女も既婚者でお子さんもいらっしゃいます、こちらから出したことはありません。しかも主人の高校の同級生なのですが、同窓会に姿を現さないとのことです。主人もなぜと不思議がっています。最後まで読んでいただきありがとうございます。あっつんでした。ビッグダディじゃないよね。友達に言うのやばいね。言わないよ、しかも2人でいる時。うん、2人の時って怖いよね。これ嫌だな。だって何も言い返せないじゃん。どういう反応していいか分からんな。うん、怖いわこれは。狙われてたとかじゃないよね。今の子だったら、キモとか言うかもしんないけどね。キモって言って、SNS に書き込むんじゃない？ねえ。うん。お父さんにみたいな。しかもさ、お父さんが高校の体育教師っていうのもね、うん、なんかちょっと。すごいっすね。教師で
えっていう、うん、なんかある意味教育なんかなとか思っちゃうよね。道徳性教育の分からんわ。怖さを教えてあげたのかな、ね、いい子だから。その後友達はそういうのよく聞いてたのかね、お父さんから。それとも全く聞かなかったのかな。でもふと来た友達に言うぐらいだから言ってんじゃない。言ってんのかな。でも仲いいんでしょ、すごく、うん、大好きなお父さんに言ってたもんね。そう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 、っていう、うん、だ彼女だけに言ったのか、うん、家族にももう言って当たり前だったのかはちょっと分からんけど。はあ、まあ固まるねこれはね。うん、はい、ということで、はい、ちょっといろいろなジャンルの一コーの話いただきました、引き続きなんかあればまた送っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。